シークレットセッティング、レッツゴー。ゾイファンの皆様、こんにちは。ゼータリビジョン所属のヒロロンです。今日は僕のシークレットセッティングを紹介していきます。ダイアクプラスがまずプレミアムなんですけど、ダイアクプラスって本当にゾービーならではの、ならではというかゾービーが一番自信を持って、いいとことして押し出してるところだと思うんですけど、本当に つけてるともう残像感がなくて、もうないモニターより絶対あったモニターの方がやりやすいって感じますね。AMA はハイなんですけど、理由が、プレミアムの方が一応遅延とかは少ないんですけど、ちょっと残像感が気になったりする時もあるので、ハイがちょうど良くて自分はハイを使ってます。で、ブラックイコライザーが、12なんですけど、そうですね、バランと、たまに敵が暗い位置とかにいると見にくい時があるんですけど、ブラックイコライザーを、10とか15のあたりに設定しておくと、明るすぎず暗すぎずで、暗いとこもすごい敵が見やすくなるので、本当に、これぐらいの数値みんなおすすめです。カラーバイブランスが12なんですけど、コントラストと明るさは50なんですけど、最後のシャープネスなんですけど、自分は7にしてて、そうですね、理由なんですけど、シャープネスすごいいじると分かるんですけど、敵の輪郭が見やすくなるっていうか、敵の輪郭が見やすくなるので、7にしてるんですけど、10とかまで上げれるんですけど、10とかになるとちょっとギザギザになっちゃったりして、輪郭が分かりにくいので、ちょうどいいかなっていう感じですね。ラッキーチャーム、試合中によく持ってるお守りはハンカチなんですけど、自分すごい手汗をかくので、試合中にもう手汗がやばいって時にハンカチで拭いて、ちょっとマウスパッドも拭いてマウスも拭いてってやると一回リセットになって、それで、ちょっと落ち着けるし、お守りみたいな感じですね。試合前のルーティンというか、勝つためのルーティンなんですけど、自分は試合前に結構ストレッチをすること多くて、特に腕のストレッチをよくやるんですけど、試合前に結構大会中は手冷えたりするので、腕を先に温めておいて、その試合最初からパフォーマンス出せるようにしたりしてますね。試合中のポジションなんですけど、右がマウスパッドで、結構自分のマウスパッド大きいので、マウスパッドを右に置いて、モニターはなるべく近くが良くて、電球さんのモニターってすごいモニターのアームがちっちゃくて、置きやすいんですけど、マウスパッドの真横でなるべく、なるべく近くに置いて、斜めに置いて、それに沿ってキーボードの斜めに一緒に置く感じです。ゾイファンの皆さん、ゼータディビジョン所属のヒロロンのセッティングはこれです。